皆さんこんにちは。それでは、行政書士試験合格者インタビューを引き続き行っていきたいと思います。今回はですね、今回のインタビューで2人目の女性ですかね、2人目の女性ということで京都からお越しいただきました末永夏樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて早速なんですが、行政書士試験を受けてみようかなと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？法律の資格が何か欲しかったんですけど、行政書士は誰でも受験資格があるというのを知ったので、受けてみようと思いました。なるほど。じゃあよし、じゃあ法律の知識を得てみようという感じで取ってみようと思ったんですね。はい、なるほど。でその中でいろいろスクールある中で上がると選ばれたっていうのはどういうところにあるんでしょうか？私は2回目の受験なんですけれども、1回目は独学でテキストを市販のものを購入してやってたんですけど、なかなか点数が上がらなくて、で上がるとは知ってたんですけど、まだなんかあんまり新しいイメージだったので、新興勢力みたいな。なるほどなるほど。そしたらその時1回目の受験の時の結果をツイッターとかで、その上がるとの人です、合格率がすごい高くて、で記述もすごい何パーセントでした、すごい確率で的中してたのを見て、あ、ガルートで受講したら合格ができるのかなと思って、で申し込んでみたということなんですね。そうすると学習を始められたのが演習総合講義と書いてありますけど、去年の今頃みたいな感じですか？そうですね、2月ぐらい。もう合否発表があって合格が分かってからすぐ申し込みました。あ、なるほどなるほど。そうすると、いきなりアガルートの場合ってテキストとなんか週刊少年ジャンプみたいな問題集がドンって届きますよね。はい、それはもうすぐ取り掛かって1週間ぐらい眺めて、あ、本当すごいなーなんて全部届きますもんね、ほとんどね。そうですね、そうですね。でももう始めないとと思って、行政法と民法から始めました。メイン科目からやっていたということですね。だいたい自分の中で、メイン科目とか憲法ぐらいまででもいいんですけど、一回りしたんじゃないかっていうのはどのぐらいの時期だったんですか？は5月ぐらい。あ、じゃあめちゃめちゃ早いですね。そうです。すごいペースですね。でも動画とかをもう 1.5 倍速とか聞いて、ざっと、それは平日とか週末とかどのぐらいの時間確保できた感じなんですか？私週末は1日10時間ぐらいやってて。もう最初から。そうです、ね、なるほど。じゃあもう最初からフルスロットルみたいな感じだったんですね。じゃあ5月ぐらいに一通り終わって、その後は繰り返しの作業に入っていかれた、ね。はい、記述対策なんかはどんな感じですか？記述が去年7点で、もう勉強したのに7点だったんで、今年はもうとにかく知識を先につけようっていうので、卓越ばっかり勉強してたんですけど、結局記述間に合わなくて、でも満点だったんですよ、記述が。すごいですね。なんでやっぱりその記述対策は卓越を制するのがいいのかなって。知識的にも卓越の中から出てきますしね。そうですね。なるほどなるほど。あ、じゃあでもあれですね、結構その演習総合講義自体は5月ぐらいに一回しされてるから先んじてるわけですよ。そこに記述を入れる感じはなかった。そうですね、もうその問題集を何回回せるかっていうところで、行政法と民法も集中的に何回も繰り返してるので。なるほど。何回ぐらい繰り返したんですか、結局？もう数えきれない。もう途中から数えてない。あれ確かアガルートのやつは4コマぐらいしかないですもんね、数える。もう全然超えちゃって。はい、なるほど。最後あれですか、その間違えた問題だけとかになるんですか？そうですね、もう付箋を貼って、なんで間違えたのかとか、その間違えたところの動画を聞いて、なるほどなるほど、潰していく感じ。じゃあもうそういうのに特化して言うんだったら、もう20回以上はやったかもしれない。やってる感じなんですね。なるほど。じゃあもう卓越の知識がね、もう完全についているという状態ですよね。さて、他にもですね、じゃあでも今の話がなんかこれに当たるのかもしれませんけど、自分だけかもしれないこの勉強法はみたいなのありますか？結構オリジナルというか。でもやっぱり動画ですかね。もうひたすら、今回はもうノートはほぼ取ってなくて、問題を解くときも、その誤試卓越で、その正誤1個正解が分かった、あとは全部間違ってるんですけど、それはもう関係なく一問一問全部一問一答式みたいな形で、その問題を見て回答の解説が全部頭に浮かんでくるようになるまで繰り返します。なるほど。じゃあもうその問題が正解するとかじゃなくて、全部の選択肢に答えられるようになるまで繰り返したということなんですね。はい、すごい大変じゃないですか。ですよね。でももうその豊村先生の言ってる解説をそのままもう
ひたすらずっとずっと繰り返すと、うん、もう自然とこう見たら頭に浮かんでくるまでになってくるので。ああ、なるほど、そういう感じなんですね。はい、なるほど、なるほど。そうするとじゃあ例えば直前期の9月とか10月ぐらいっていうのはもう割とこう自信が、記述やってないのあったにしても知識的には結構ついたなっていう自信はもうあった感じですか。知識はついた自信はあったんですけど、それで合格できるかどうかっていうのがやっぱりずっと不安で、市販の模試とかもずっとやってたんですけど、ずっと合格点には結びつかなかったんで、そのままちょ当日を迎えた。ああ、なるほど。そしたら当日行ってみたらやっぱり解けたみたいな。いや、当日はでも自信なくて、卓一は150点ぐらいしか取れなかったんですけど、結局記述が60点だったので、200点超え。ああ、なるほど、そうなんですね。記述はどうですか、手応えが本番の時に。いけたっていう感じ。いや、うん、そうですね。まあ、書けたけど、うん、その記述対策をしてなかったので、うん、ちょっと不安はあったんですけど。ああ、なるほど、なるほど。はい、ただまあ、記述対策してないにしても、卓一をそこまで詰めてたら、ね、自然と出てきたんでしょうね、はい、きっと。条文学習とかどうでした？条文もすごい動画を聞いて、うん、であと6本も線を引いて勉強しました、ね。うん、まあ、じゃあ結構条文と卓一で知識を詰めていったという感じなんですね。そうですね。なるほど、そういうことなんですね。はい、で今ですね、このカメラの向こうに今年、はい、令和2年の試験を受けられる方がこの動画をご覧になっていると思いますけれども、その方々に向けてメッセージを、まあ、特にせっかく京都からいらっしゃったんで関西の受験生にメッセージをお願いします。はい、上がると信じて勉強すれば必ず合格できるので頑張ってください。よろしいですか？はい、はい、というわけですね、令和元年度の行政書試験合格者インタビューなんですが、今回は末永夏樹さんにお越しいただきました。この度はどうもありがとうございました。